はい、こんにちは。森のワークベンチ、ザワキョンでございます。それではそろそろですね、外装の方にも手を出した方が良さそうなタイミングなのかなとなってきたので、今日は機体パネルの様子をお送りします。それで通常とは異なる作業を行います。一部ね、お試しでやってみたんですけど、これです。リベット見えますでしょうかね。キッチンで使うアルミホイルを貼ってみました。キットにあるリベットのモルドが秀逸で、それを活かしたくなったわけです。使ったのはこのマイクロのメタルホイルアドヘッシブ。現在は入手できないみたいですね。実はこれ半年前にね、ぶちまけてしまって、残りが3分の1くらいかな。多分、一気これでいけると思うんですけど、まあ、亡くなった時のことを考えて、接着剤を物色していました。金属とね、プラスチックを接着できる、水溶性のがなかなかなかったんですよ。で、見つけたのが、このパワーエースの速乾アクリア。結局、アルミ箔の下にあまり糊の厚みを置きたくないので、それで水溶性ってことですね。で、これを見ていただくとわかるように、木とか皮とか布とか紙と塩ビ金属なんですよ。樹脂と金属じゃないんですよね。で、どうも、片方が多孔性、それはついていれば、いいんじゃないのかなと気がしまして、じゃあ接着面がプラスチックでなければいいわけだから、サフェーサーを塗ってしまえばいいんではないかということで、いらない部品にサフェーサー1500を塗って、アルミホイルにこのアクリアを水でほんの少し緩くしたのを塗って貼り付けてみました。接着力はそれほど強くはなかったのですが、まあ、なんとか耐えられるレベルの接着力が確認できたと思います。もし足りなくなったら、これを使おうと思います。これがね、やっぱりボンドなので、ドロッとしてるんですよ。このままではやっぱり使いにくいので、水で薄めます。あまり薄めちゃうとね、接着力は落ちちゃいます。胴体はここまでね、組んでしまっちゃったので、ここにサフェーサーを塗るのは非常にめんどくさいので、これに関してはメタルホイールアドヘッシブを使ってアルミホイールを貼っていきます。ですね、見えやすくするためにガンベイドアを使います。キットの方にね、糊を乗せて、で、こう貼ってみたんですけど、今これ合わせ目を処理してるとこなんですけどね、パテと瞬着の乾燥待ちに入っています。前にマスタング GT4 とか、チームスズキエクスター、バイクのプラモですね、エアクリーナーケースですか、まあ、そういったところに、スプレーのりを使ってアルミホイールを貼って、あれはヒートプロテクションシートですかとして貼ってみたんですけど、スプレーのりはね、ザラつきがそのまま表面まで出てしまうんですよ。で、この縮尺が小さめな飛行機のプラモには向いていないと思います。ザラザラになっちゃいますね、表面が。で、プラの方にね、のりを乗せたら、どうにもリベットのあるところがわからなくなってしまって、で、おそらくですね、リベットに糊が溜まってしまってパテみたいになっちゃって、で、アルミホイルの表面が真っ平らになってしまう、そんなところだと思います。ただこのメタルホイールアドヘッシブにしても、言いにくい、ただこのメタルホイールアドヘッシブにしてもエッジのところから剥がれてくる可能性はあります。なので、アルミホイルの端部は
さっきのアクリアなどを細く塗ってカバーしておく必要はあるでしょう。これはドライヤーでね、強制的に半乾きにします。濡れたままだとね、滑ってうまく固定できないですよ。まずこの硬質スポンジで、中の空気を押し出すような感じで圧着というか密着させていきます。次に綿棒を使ってリベットやパネルラインにアルミホイルを圧着していきます。シワを伸ばしながら貼っていくイメージですね。この垂直尾翼の IFF アンテナのようにこういった貼り付けの邪魔になるようなものが出てしまいますからね、このアルミホイル貼りは部品のうちにやっておくべきでした。ここはね、難しそうです。できるだけ曲げや伸ばしが少なくなるポイントを見つけなくてはいけません。ちょうどこの逆R の真ん中あたりになると思います。少しずつこの綿棒で押しつつ伸ばしつつシワを作らないように、しかも破らないように押し付けていきます。どうしてもここでシワが出ちゃいます。少しのシワは諦めるしかないかもしれません。やはりリベットに関しては綿棒を少し強めに押し付けることでリベットが徐々に浮き出ていきます。どこか一箇所リベットが出ればその縦横方向にリベットラインが走っているので、それを探っていきます。少し大きめなシワが出てしまってます。これがね、消えるらしいんですよね。消す方法としては、使うのはね、ヤスリとアルミ。アルミの棒を鉄ヤスリで削るのが一番いいと思います。アルミの粉を作りたいんですよ。アルミホイルを丸めて、ここでちょっと削ってみます。あんまり大きなのはね、使えないんですけど。このアルミの細かいのをね、アセトンを使って擦り込んでいくと、シワや小さな傷が消えると言うんですよ。で、アセトンがないので100均に行ってアセトンのネイルリムーバーを買ってきました。もしかしたら
ガイアのツールクリーナーの方がいいかもしれないです。ああ、当たり前ですが、ノンアセットのリムーバーダメですよ。綿棒にアセトンを染ませて、で、アルミの粉をつけて、それをすり込んでみます。消えないまでもね、目立たなくなればそれでいいと思うんですよ。細かい傷が増えたんでね、何とも言えないんですけれども、なんとなく目立たなくなったような気がします。こっちの荒れてる方をね、ちょっとやってみましょうかね。周りと変わらなくなったので、この後研磨すれば良さそうな感じもします。多分ね、シワの頂点がどんどん削れていって、で、アルミホイルってビニールみたいな透明なフィルムにアルミがこう蒸着されてるみたいなものだと思うんですよ。で、このやり方でそのフィルムにアルミの粉をくっつけるみたいな、そういうことなのかなとは思います。まあ、そんな方法があるということでした。垂直尾翼では、両側から1枚ずつ貼っていくと、どうしてもこの頂点が汚くなってしまいます。じゃあ、両側を1枚でつなげば汚くならないのではないかと思いまして、ちょっとやってみます。で、少しぐらいね、隣のパネルにかかっちゃってもね、綿棒で押さえればわかんないと思いますよ。これをうまく乗せることができるかどうか、上部のね、切り込みのところを目安にします。
まあこのような貼り方もありますよということですね。とりあえずここですね。指が映るまで磨いてみました。ここはとりあえずね、メラミンスポンジで磨いて、でちょっとねメラミンで磨く前に膠着してリューターでバフがけをしたので少し変な模様が入っちゃいました。メラミンスポンジと、粗め細めそれからセラミックコンパウンドと磨いてみて、これくらいの映り込みです。こんな感じの映り込みです。飛行機ならこの程度でいいんじゃないでしょうかね。車ならね鏡面まで持っていくんですけど、アルミホイルをそこまで磨き込む自信はないです。胴体のアルミホイル貼り込み作業は終了です。左側はまだ磨いていないのでこの違いです。あとは、カウル、それから動翼、主翼とかにアルミホイルを貼り込んでいきます。だいぶ貼り付け作業は手早くできるようになりました。というかもう面倒くさいところはあんまりないです。これと比べるともう少し光らせることができるのかなって感じもしますね。でまあ面倒くさいところもねあんまりないんですけど、おかげさまで制作代行のご依頼が2月までいっぱいになってしまいました。なので3ヶ月待ち2ヶ月待ちかって感じですね。まあ1ヶ月でね1個の制作ペースではあるんですけどね。でこのマスタングが、ということで3月までまたお預けになってしまいます。森のワークベンチとしては、次の動画が、まあ、ご依頼品のオートバイになるのかなという感じですね。では今日はこの入手不可能なお伝えしてもあまり意味がないかなっていうアイテムの動画でございました。あまりこの作業もやらないよね。それではまた。